アオリイカは、ヤルイカか、アオリイカ族に属する、イカの一種。日本沿岸に分布する大型のイカで、食用や釣りの対象として人気がある。胴長は、約40から45センチメートル。大きいものでは50センチメートル以上、重さは6キログラム以上に達する。沿岸域に生息するイカとしては、大型の部類に入る。胴が丸みを帯び、胴の円にわたって、 半円形のヒレを持つ。外見は甲イカに似るが、甲は薄くて透明な軟甲である。オスの背中には白色の短い横線模様が散在するが、メスは黄線模様が不明瞭である。標準和名のアオリイカは、漢字ではアオリイカと書くが、この名前は大型で幅広であるヒレの形と色が、アオリと呼ばれる馬用の革製安側面下側部位。 もしくは蔵の下で胴体に巻く泥除けのバグに似ており、またイカの脚部がちょうどその取り付け紐に似ることによる。メディアを再生するアオリンイカハワイ製の西太平洋からインド洋の熱帯、温帯域に広く分布する。日本では北海道以南の沿岸に分布し、特に太平洋側では鹿島灘南、日本海側では福井県の西側以南に多い。 通常は深場に生息するが、春から夏にかけて産卵のため海岸近くの浅場にやってくる。海藻や岩の隙間に豆の鞘のような寒天質の卵昇を一箇所に固めて産卵する。産みつけられた卵が魚に食べられることはない。卵昇の中にバクテリアがいて、魚が嫌がる物質を出していると考えられている。卵からは20日ほどで孵化し、 幼体は浅い海で小魚や甲殻類を捕食して成長する。夏には体長数センチメートルの幼体が浅い海で落ち葉のように擬態し波間に漂う様が観察できる。幼体は沿岸の浅い海で体長15センチメートルから20センチメートルほどまで成長し冬になると深場に移動する。外見が芭蕉の葉に似ることから芭蕉イカとも呼ばれる。 その他も場に散乱するため、四国地方では、モイカ、九州地方では、水イカ、クツイカ、沖縄地方ではシロイカなどの別名がある。主に大型個体が散乱のため朝場にやってくる、春から夏にかけてが旬だが、地方によっては秋に朝場で成長した幼体を狙って漁獲する。アオリイカは大型で、しかも港の防波堤などから釣れる手軽さもある。そのため日本古来の、 エニという疑似餌を使った釣りが幅広い年齢層に人気を呼んでいる。他の釣りも含めて釣り人によるゴミのポイステアイ放駐車、無断駐車、釣ったイカの墨が漁港を汚すなどの問題も顕在化している。エニに対して生きた魚を泳がせアオリイカに捕食させ、野縁と呼ばれる釣り具を下ろしてかける情報もあり、野縁釣りと呼ばれている。近年、アオリイカブームに乗り、 野縁釣り人口も増加傾向にある。肉質は弾力性に富み甘みがある。有リアミノ酸が国産のイカとしては最高水準であり、うまみが強い。刺身、天ぷら、煮付けなどに利用される。国内で捕獲されるアオリイカは漁獲量は少なく、料理や料亭などで消費される高級品。一般に国内で販売されているものは輸入品であり、 近年、東南アジア方面からの輸入が増加している。また、徳島県麦町にはアオリイカを使った、アオリイカ黒焼きそばというイカスミ入りの焼きそばがある。アメリカアオリイカシーピアトゥーシースセピオイデア、ヤリイカアカから独立して、アオリイカアカとする分類もある。ピション D、ガイア V、ノーマンエムブー、ブシェロドニアール、ファイロゲネティックダイバーシティオブエッポバイティック、 バクテリアインザーアクセソワニデュアメントルクランズオブスキズ。マリーンバイオロジー147-1323から32ありがとうございます。